江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国で公演した世界的オペラフェスティバルに EDM が割り込んでしまうと。はい、あ、なんすかね、なんか前衛芸術かなんかですかね。それではですね、見ていきましょう。くーちゃんお願いします。二幕の途中から EDM のリズム音が聞こえ始めた。悲しい場面で歌声が小さくなるにつれ EDM の音はますます大きくなり呆れてしまった。先週末、ソウル松博の五輪公園 KSPO ドーム五輪体操競技場で行われた2024オペラトゥーランドットアレーナディベローナオリジナルの公演に関する観客からの返金要請が殺到している。14日、演劇界などによると、今月12日に世界的なオペラフェスティバル、アレーナ・ディ・ベローナフェスティバルの大作、トゥーランドットが幕を開けた。今回の公演は、オリジナルチームの初来慶公演であり、イタリアのベローナにある野外舞台をそのまま再現するということで、オペラファンの間で注目を集めていた。しかし、公演を単独販売していたインターパークチケットには、12日午後5時の時点で約120件の返金要求が投稿されていた。投稿者たちは共通して外部の騒音や運営の不手際を指摘し、人生最悪の体験、詐欺だと思うほどだと強く批判している。夫と両家の両親を連れてカンに行ったという A 氏30歳はこの日、二幕の途中から外で EDM の音が聞こえた。指揮者や俳優たちが影響を受けるのではないかとハラハラした。7月に予約して3ヶ月も待った公演だったが、残念な気持ちしか残らなかった。正直、お金と時間を無駄にして損した気分だと吐露した。地方から家族と一緒にカンに来たという B 氏は、自分がオペラを見に来たのか他のコンサートを見に来たのかわからなかった。外の音楽があまりにも大きく聞こえ、それに合わせて歌い出す観客までいたほどだ。防音ができないなら公演の音響で対策をすべきではないかと憤りをロワにした。オペラの公演が行われた土曜日と日曜日、同じ時間帯に五輪公演では3件の公演が開かれていた。わずか 200m ほど離れた88芝生広場ではエレクトロニックロックバンドが出演するスローライフスローライブが、約 230m 離れた五輪ハンドボール競技場では歌手 BOA のコンサートが行われていた。主催側の常識外れの運営も批判の的となっている。A 氏は区域間の移動を制止せず、公演開始直前に後方の観客が一斉に全方の座席に移動した。公演が始まってからも移動があり騒がしかったと述べた。 B 氏は主催側は視界が悪い D 席の一部を順次アップグレードせず、単に A 席に移した。公平性の問題だ。35万ウォンの席を購入したのは後方の D 席より良い条件で見るためだったのにと指摘した。今回の公演のチケット価格は最高55万ウォンから最低5万ウォンまでの8段階に分けられている。また電光掲示板が見えず集中できなかったという不満もあった。言語で進行される公演の場合、通常は警告語字幕が提供されるが、字幕を表示する電光掲示板が舞台両端の 20m ほど離れた上部に2箇所しか設置されていなかった。構造物や照明の位置によって字幕が全く見えなかった観客もいた。ということでした。それではですね、こちらに対して、韓国の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、1人目こちら。12日以降、初めてまともな記事を出していただきありがとうございます。他のメディアは公演に行っていないのか、口止めされたのか、お金を受け取ったのか、現実を反映していない記事ばかりでした。138-0、口論化してくださりありがとうございます。主催側が1回の消費者として対応を無視し、怒りが収まりません。大げさな広告ばかりで実際の問題には対処しないなんて最悪です。49-1、初日の観覧者ですが、クレームを出している人が多かったので関連した記事が出るだろうと思っていましたが、成功的という称賛記事ばかりで驚きました。問題を指摘する記事を出していただき感謝します。39-0、まともな記事をありがとうございます。12日初公演を見た被害者としてヒーリングのために予約したのに、虚しさと怒りだけが残りました。36-0、北
待していた公演だっただけに、主催側の運営の不手際で公演が台無しになったのがとても残念です。こんな大規模な公演を準備するのに理解できない部分が多すぎます。28.1視界制限席をアップグレードと言って販売するなんて観客を欺いています。11.1体育館で行うオペラには行かない方がいいです。9.1公演を本当に楽しみにしていた分、主催側の不備で台無しになったことが本当に悔しいです。こんな大規模な公演を準備するのに理解できない点が多すぎます。7.0今になってようやくまともな記事が出た。期待していた公演だったのに時間とお金が無駄になったようで本当に虚しい気持ちになりました。出演者に恥ずかしい気持ちもありましたし、全てのレビューが称賛ばかりで困惑していました。7.0チケットを手にした瞬間、胸がいっぱいになって公演を楽しみにしていましたが、主催側の行いにがっかりしました。こんなに残念な公演になるとは思いませんでした。主催側は現在進行中の様々なクレームに迅速に対応すべきです。これは1日や2日で解決する問題ではありません。本当にめちゃくちゃでした。7.0オペラの合間に EDM、エミ、現代アートだね、笑い笑い、5.0こんなレベルの低い公演企画会社がまだ存在するとは、本当に恥ずかしい、5.0素晴らしいセットと俳優陣を迎えたのに、質の低い公演になってしまったことに衝撃を受け、怒りで眠れない夜を過ごしました、5.0オリンピック公演でのオペラなら、行かない方が良かったね、音が半分も聞こえないから、5.1本当に人生最悪の公演でした。重要な場面では、隣のコンサートの音楽が混ざって聞こえ、エリアごとのチケット確認も行われず、高額なチケットを購入した人が損をする公演でした。4.030万ウォン以上を払って、指定席に座った人だけが損をする公演。5万ウォンの席でも、フリーにアップグレードできた。ステージが見えない席を販売し、高額な料金設定をしたのは横暴だ。周辺の騒音もひどく、ひどい公演だった。4.0オペラやクラシックの公演はオープンエアの会場では音響や感動が足りません。専用のコンサートホールで鑑賞するのがいいでしょう。4.0はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。いや、ひどいですな、これはな。そりゃぶち切れるわ、わら。いやー、厳しいね。ケイ君、じゃあ仕方ないわ、芸術には程遠い国だもん。はい、コンサート会場少ないんだね。あ、そもそもこれ公園でしょ、屋外でしょ、多分体育館とかって言ってたけど、だから、まあ、建物じゃないでしょう、多分これ。移動ができるくらいついてるってことじゃないの。どうなんでしょうかね。まあ、どちらにしてもコンサートホールではないってことですよね。だいたいオペラを上演できるホールもないんだろ。オペラなら公演会場を選ぶべきなんじゃねえの、かっこ笑い。そういうとこやぞ、本当にセンスないな、わら。クラシックの野外コンサート会場はすり鉢状態の場所にしないと音が響かないのよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。